三好大輪は、香川県大川郡白鳥町出身のプロ野球選手。左投げ左打中日ドラゴンズ所属。兄は、JR 四国に所属する、社会人野球選手の三好大輝。東香川市立白鳥小学校2年時に、白鳥ジュニアファイターズで野球を始め、東香川市立白鳥中学校時代までは、軟式野球をプレーする。 香川県立三本松高等学校へ進学すると、投げては最速時速 144km、打っては高校通算26本塁打を記録し、二刀流の投手としてプロから注目される。しかし、甲子園出場はなかった。高校卒業後は JFE スチールに入社し、同社の社会人野球チームである JFE 西日本でプレーをする。 入社3年目まで投手としてプレーし、4年目からは外野手に転向した。また、チームで共にプレーした後輩に、河野達夫がいる。2020年のプロ野球ドラフト会議では、入社5年目にして中日ドラゴンズから6位指名を受け、11月20日に契約金3500万円、年俸840万円で仮契約を結んだ。背番号は30。 2021年の春季キャンプでは、ルーキーの中で唯一一軍キャンプメンバーに抜擢された。フレッシュオールスターに選出された際には、目立って、なんぼ、ホームラン打ちたい。とコメントした。50メートル5秒8の瞬速と、遠投110メートルの強肩。積極的な打撃が持ち味。目標とする選手は、大島洋平。趣味は読書で、好物は、豚骨ラーメン。 好きな有名人はゆきぽよ。ありがとうございます。